鼻くそダメ嫁ちゃん、いつになったらたけしと離婚するの？はあ、めくそボケお母さん、しつこいですね。いい加減に夫に言いますよ。毎回そう言ってるけど、実際には伝えてないじゃない。イビリシュートでも夫にとっては、たった一人の母ですからね。傷つけたくないんです。嘘ね。はい？もし話したら、たけしがあんたより私を選ぶって分かってるからでしょう。いえ、彼は 100% 私を選びます。なんなのその自信。交際3年を経て結婚して半年ですが、まだまだラブラブですもん。新婚旅行の写真見たでしょ？あの忌々しい沖縄のあざまさんさんビーチね。ハートの鐘を鳴らしてハートマーク作って写真撮って、ビーチにあいあい傘まで描いて、恥ずかしいけど楽しかったですよ。やめてちょうだい。みそじ間近の男女が何やってんだって感じですけど、新婚旅行だしいいですよね。やめろっつってんでしょ。虫図が走るわ。お土産話まだまだありますよ。1、30分コース。2、5時間コース。どっちにします？いや、おかしいでしょ、2番。長い方がいいとは、お目が高い。では、LINE 電話しますね。選んだんじゃないわよ。かけてくるな。ちぇ？もう、ほんと調子狂うわ。全力で狂わせに行ってる甲斐があります。ムカつく。だからたけしの結婚には反対だったのよ。婚約の挨拶の時も結婚式でそんな素振り見せなかったじゃないですか。お父さんに息子が選んだ女性なんだから祝福してやれって言われて我慢してたの。それなら一生我慢してほしかったです。私だって最初はそのつもりだったわ。どうして気が変わったんですか？結婚してすぐ私たち夫婦とあんたら夫婦でレストランに行ったでしょ。ああ、お母さんの還暦祝いの。あの時あの子が私じゃなくあんたの椅子を引いて座らせたのを見た瞬間、無理って思ったわ。なんじゃそりゃ。この命に変えても離婚させると心に誓った。怖いですって。私の執念が分かったでしょ。離婚してちょうだい。お断りします。このままじゃ私何するかわからないわよ。できる限り戦ってどうしようもなくなったら夫に相談します。言ったわね。たけしは絶対に私を取るから問題ないわ。そう思うなら一度嫁と離婚しないと自害するとか言ってみたらどうですか？もう言ったわよ。たちの悪い冗談はやめろって流されちゃったわ。そりゃそうでしょうね。だからあんたをいびり抜いて私が本気で離婚を望んでるってことを理解してもらわないとダメなの。なるほど。あんたがいびりに耐えかねてあの子に相談すれば冗談じゃないってわかるでしょ。で、彼は私とお母さんを天秤にかけて私を取ると。私を。これは血で血を洗う嫁姑戦争の幕開けですね。上等じゃない。まずは新居のチェックをしていらないものを捨ててやる。は？一月前に建売り住宅を買って先週引っ越したでしょ。それが何か？うちから徒歩10分のところに家を構えるなんて親孝行の息子だわ。そんなことどうでもいいです。何企んでるんですか？もしもの時のためにお父さんに合鍵を渡したわよね。留守中に忍び込む気じゃん。もう手遅れ。え、まさか今？この黒い花瓶は何？センスがないわ。嘘、本当にいるんだ。花瓶は不燃ゴミっと。勝手に捨てないでください。まあ、みそじ前になってリビングにぬいぐるみなんて幼稚園児じゃないんだから。それは結婚式でもらったぬいぐるみ電報です。触らないでください。はい、燃えるゴミ。ちょっと。さーて、ここからが本番。私ピンときちゃったわ。このネイビーの扉の向こうがあんたの部屋ね。扉にマヤってプレートつけてますから、ピンとくるもクソもありませんけどね。なーにこれ、鍵がかかってる？私用心深いので
個人の部屋と寝室には二重鍵をつけてます。なんて抜かりのない。まずは私の一生でしょうか。ムカつく。降参します。冗談じゃないわ。これで終わったと思わないでちょうだい。どこの悪役のセリフですか。絶対にあんたに白旗をあげさせてやるわよ。3日後。今日もあなたの新居に行ったんだけど、コンロつけっぱなしで帰っちゃった。は？近くに蓋を開けた油のボトル転がしちゃったし、キッチン周辺に灯油をばらまいちゃった気もするわ。は？運が悪かったら大火事になっちゃうかも。たちの悪い冗談ですよね。言ったでしょ、これで終わったと思うなって。次も家燃やしたくなければ早く息子と離婚して。本当にやったんですか。夫がリビングで寝てたのに。ええ？すぐ戻ってコンロの火を消してください。騙されないわよ。はい。今は平日の昼間、あの子は仕事に行ってるはず。熱が出て休んでたんですよ。嘘でしょ。人がいるかどうか確認しなかったですか。キッチンからリビングを見渡したけど誰もいなかった。あそこからはソファーの背もたれしか見えません。横になってたら気づかないでしょう。そんなこと言って騙そうとしても無駄。どうしよう、夫が電話に出ない。お母さん早く戻って。あの子は音に敏感だから寝てても電話に気づくはず。つまり嘘ね。やっぱりあの子はいない。解熱剤を飲んだからですよ。あの手の薬には大抵眠くなる作用が含まれてるんです。それらしいこと言っちゃって。もういいです、警察に連絡します。何言ってるの。寝入ってても警察にピンポン連打されたら起きるかもしれないですから。本気で電話する気。当たり前でしょ、夫の命がかかってるんですよ。もしかして本当にたけしが家の中にいるの。だからそう言ってるじゃないですか。信じたならそんなの打ち込んでる間に火を消しに行ってくださいよ。もう手遅れ。どういう意味ですか。もう燃えてる。嘘。家が燃え始めたのを確認してから LINE したんだもの。ご近所さんが通報したのか、もう消防車が来てる。お願いします、たちの悪い冗談だって言ってください。本当なのよ。はあ、どうしよう、乾燥してるからかどんどん燃えてる。たけしがあの火の中に。やだ、なんでそんな。数時間後。あれからどうなったの。現場にいたんだからご存知でしょ。騒ぎを聞きつけたお父さんに引きずって帰られたから知らない。今も外出を禁止されてるの。そうですか。たけしは無事だったのよね。ね、そうでしょ。家は全焼で骨組みしか残ってないのに助かったと思います。え、あなたが彼を葬ったんですよ。嘘。本当です。冗談よね。いい加減にしてください。だっていくらあなたが大嫌いだからって夫が他界したなんてジョークで言えません。私だって信じられなくて手が震えてるんですから。そんな。たけしさん言ってたんですよ、ゆくゆくは両親と同居して母さんを楽させてあげたいって。たけし、実家の近くに家を買った方が両親も越してきやすいだろうって。だからあの家を選んだのに。あなたはその家もろともたけしさんを燃やし尽くしたんです。たけし、たけし、たけし、たけし。何度打ち込んだって彼は帰ってきませんよ。なんで、どうして。こんなはずじゃない、私はただ離婚させたかっただけなのに。それで家を燃やそうっていう発想になるのははっきり言って病気だと思います。あんたが応戦するとか言うから絶対できない状況に追い込んでやろうと思ったんでしょ。そうよ、全部あんたのせいよ。そうだわ、そうに違いない。責任転嫁しても
あなたのせいってことは揺るぎません。違う。違いません。自分の罪から逃げないでください。いや、もう一度言います。あなたが彼を葬ったんです。やめて。やめません。最愛の息子であるたけしさんをあなたが自分で燃やしました。やめてってば。まあ全部嘘ですけどね。は？これ以上やると首を吊りかねないので、ここらでお開きにしましょう。なんですって？私は夫が他界したなんて不謹慎な嘘を平気でつく女です。はい？とんでもないことしてくれたな、母さん。たけし、本当にたけしなの？俺の部屋からつながってる屋根裏にへそくり隠してること俺以外に知ってる？はあ、本物だわ。怪我は大丈夫なの？外傷はない。念のため1日検査入院するけど。ああよかった、ほっとしたわ。ふざけんな、危うく天国に行くところだったんだぞ。それはごめんなさい。まさか家にたけしがいるなんて思ってもみなくて。あと少し逃げるのが遅かったら完全にアウトだった。そういえばどうやって逃げたのか聞いてなかったね。実はあの時リビングじゃ寝つけなくて寝室に移動してたんだ。それでお母さんが気づかなかったのか。マヤからの鬼伝で起きて部屋を見たら煙が充満しててさ、やべえと思ったからすぐ寝室の窓から逃げたんだよ。小窓なのによく出られたね。尻が引っかかった時は終わったと思ったけど、意地と根性で抜け出した。お尻が引っかかってるあなた、ちょっと見たかったわ。お前な。ああ、生きてたから笑い話にできるんだぞ。それは本当にそうね。あなたが無事でよかったわ。はあ、全然よくねえだろ。ちょっと、なんでマヤさんと私とでそんなに態度が違うの？誰が放火魔と和やかに話すかよ。怒ってるからってそんな言い方しなくてもいいじゃない。自分がしたこと分かってんの？たまたまうちだけの被害で済んだけど、もし隣の家に火が回ってたらどうなってたと思う？それは、その家も全焼してたら、中に人がいたら、一歩間違えば取り返しのつかないことになってたんだぞ。そんなことまで考える余裕はなかったの。あなたに離婚してほしい思いでいっぱいいっぱいだったのよ。前にもそんなこと言ってたな。冗談だと思ってたけど、今回のことで本気だと分かったでしょ。離婚してくれるわよね？ふざけんなクソババ。え？あんたとは絶縁だ。もう二度と母さんとは呼ばない。何言ってるの？あんなことしたんだ、当然だろ。でもあなた言ってたんでしょ、ゆくゆくは同居して私を楽させてくれるって。あれ嘘です。は？二人ともの職場に通勤しやすい場所の建売住宅を買ったら、たまたまお宅の近くだったってだけですよ。じゃああの言葉は何？より失意のどん底に落としたくてマヤに頼んで行ってもらった。何それ？こっちは家を燃やされて思い出も何もかも灰になったんだ。あんたの心も一度灰にしないと気が収まらないだろ。やめてよ。あんたなんて呼ばないで、母親なんだから。絶縁するって言ったろ。口だけのことじゃないからな。どういうこと？たけしさんは一度私と離婚して、うちの両親と養子縁組をした上でもう一度結婚します。はあ？あ、よかったな、ご希望通りの離婚だぞ。違うわよ、そんなことありえない。もう戸籍上は親子じゃなくなるから、あんたって呼んでも問題ないだろ。そんなのダメ、絶対に許さないわよ。あんたの許可なんかいらない。わかった、冗談ね。私をからかってるんでしょう。そう思いたいなら思っとけば。俺はもう二度とあんたに会うことはないし、もちろん電話もしない。 LINE ももう終わる。あとはマヤに任せるわ。じゃあな。ちょっと待って。ということで、
息子さんとの最後のお別れは以上です。嘘、信じない、そんなの信じないからね。別にあんたが信じようと信じまいとどうでもいいですよ。たけしは私が家を燃やすほど切羽詰まってると知ったら絶対に私を取るはずなの。あんたとは離婚して私のところに戻って親子仲良く暮らすのよ。そうよね、そうでしょ。長文うざいんですけど。直接会って話せばきっと分かり合えるはずだわ。たけしがいる病院を教えなさい。言うわけないでしょ。どこに引っ越したって必ず見つけ出すから。無理でしょうね。あなたもうじき逮捕されますし。は？放火は重罪ですよ。まさか私を警察に突き出したりしないわよね。とっくに被害届出してます。嘘。かなり悪質だし実刑は免れないでしょう。刑務所なんて嫌。知ったこっちゃないです。 お父さんはあの人が妻をそんなところにやるわけないわ。あれ、聞いてないんですか。何が。犯罪者とは離婚するそうですよ。あなたの荷物は全部トランクルームに預けて家は売るって言ってました。そんなの聞いてない、ダメよ。あの家はお父さんが親から相続した家ですから、あなたに言う必要もなければ許可を取る必要もありません。何よそれ。あとトランクルームの月額使用料金は10年分は財産分与から差し引くそうです。その年数は何。あなたが刑務所に入るであろう期間。そんなに。言ったでしょ、放火は重罪だと。だからって10年もだなんて、70のおばあちゃんになっちゃうじゃない。安心してください。刑務所って規則正しい生活で適度な運動や仕事を毎日継続してやるから認知症になりにくいそうですよ。そういう問題じゃない。貴重な老後を10年も無駄にするなんて最悪よ。何、出所さえすれば楽しい老後が待ってるみたいな言い方してるんですか。そんなの無理ですよ。は？なんたって3000万円の賠償金の支払いがありますからね。なんで。放火の場合、保険会社は火災保険で家主に支払った金額を犯人に請求できるんです。そんな大金持ってないわ。毎年海外旅行して貯金も400万くらいしかないのよ。お父さん言ってました、定年退職が来年でよかったって。わあ、退職金。公務員など固い職業の場合は未来の退職金も財産分与の対象になることがあるらしいですけどね。あの人が勤めてるところは小さな町工場だからダメってこと。はい。お父さん、零細会社でよかったって喜んでらっしゃいました。そんな。財産分与はだいたい200万くらいで、そこからトランクルームの料金を引くと微々たるものしか残らないでしょうね。3000万なんてどうしたらいいの。70歳から働いて返せって。まあそうなりますね。無理よ。コンビニバイトの掛け持ちとか夜間の工場で働くとか方法はいろいろあるはずです。そんなの嫌。嫌だから払わないなんてことは通用しませんので、自力でどうにかしてくださいね。何もかも全部あんたのせいだわ。責任転嫁したって何一つ戻ってきませんよ。あなたはもう一生一人です。やめて、そんなこと言わないで。出所後はボロアパートで暮らし、微々たる年金も支払いで消え、苦しい生活の日々。老いた先には誰にも見取られず、ひっそりとこの世を去ることになるでしょうね。いやよ。ねえ、今までのこと謝るから助けてちょうだい。謝罪なんていらないので、二度と私たちの前に現れないでください。そんなひどいこと言わないで。全部自業自得ですよ。せいぜい寂しく辛い余生を過ごしてくださいね。では。そんな地獄みたいな生活耐えられない。後日談。それから間もなくとめこさんは放火の容疑で逮捕、8年の実刑判決を受けました。トランクルームの支払いが2年分マイナスになりましたね。
今まで専業主婦で何不自由なく生活してきた彼女にとって、女子刑務所の生活はかなり厳しいようです。他の受刑者ともうまくいかず、みんなが楽しく話せる自由の時間の間も一人ぼっちなんだとか。8年間この生活が続くなんてきついでしょうね。しかもやっと刑期を終えて出てきても今度は支払い地獄。人生最後まで惨めな老後を過ごしてほしいと思います。私たち夫婦は身一つでアパートに引っ越しました。新しく家具を揃えるのが割と楽しいです。お前を信じて娘を嫁にくれてやったのに裏切りやがって。お父さん、どうされました？お前、ヒナを殴っただろ。確かに喧嘩はしましたが、僕は女性に手を出したことは一度もありません。嘘つけ。久しぶりに会ったヒナは全身あざだらけだった。転んだんでしょうか？大丈夫かな？どこまでしらを切るつもりだ。娘は亡くなったんだぞ。え？娘はお前の暴力に耐えきれず、ビルの20階から飛び降りたんだ。嘘はやめませんか？娘を失って絶望の淵にいる俺を疑うのか？女んだから娘は自ら。そうですよね。デリカシーのないこと言ってすみませんでした。それで僕はどこに行けばいいんでしょうか？お前はヒナに会わせない。僕は配偶者です。諸々の手続きがあります。葬儀は地味にしますか？それともパーッとド派手にします？お前、なんでそんなに能天気なんだ。まるでヒナがいなくなって喜んでるみたいだな。そんなことはないです。初めてのことなのでどうしていいかわからなくてテンション間違えました。なんてやつだ、このクズ男め。葬儀には来るな。じゃあ誰が喪主をやるんですか？俺しかいないだろ。一つだけ聞いていいでしょうか？なんだよ。ヒナは夫婦喧嘩の末、お父さんを頼って長崎に帰省したんですよね？そうだ。ご実家は長崎の離島です。僕も何度かお邪魔してますが、20階建てのビルを見たことがないんですが。クソ田舎だって言いたいのか？言いたいんじゃなくて言ってます。うるせえな。ヒナはわざわざ市内まで行ったんだよ。飛び降りるために船に乗ったと。それほど追い詰められてたんだろ。どんな思いで海を見つめてたんだろうな。島育ちなのに泳げないんだから、海に飛び降りた方が早かったと思いますけどね。なんてことを言うんだ。だってそうでしょ。目的はあの世なんだから、手段は何でもよかったはずです。かわいそうに。こんな男と暮らしてたらそりゃ頭もおかしくなるはずだ。そうですか？僕は至って常識人だと思いますが。お前のように人の心がない奴と一緒にいたせいでヒナの心が壊れたんだ。責任は取ってもらうからな。僕だけですか？お父さんにも少しくらいは子育ての責任があるんじゃないですかね。この野郎、もういい。今後のことは追って連絡する。それまでお前は何もするな。連絡お待ちしてます。数日後。300万だ。そんなにいただけるんですか？ありがとうございます。アホ、逆だよ。お前が払うんだろ。なぜ？葬式代だ。払わない場合は？パートをリストラされたお前の母ちゃんに請求するまでだ。なぜそのことを？勤めてたスーパーが倒産寸前で人員整理をしたらしいじゃないか。それで苦しい生活を送ってるんだろ。いえ、貯金があるから次の仕事までは大丈夫だと言ってました。息子のくせに何も知らないんだな。あの女に余裕なんかねえよ。なぜお父さんがそんなことを知っているんですか？たまに電話してたからな。結婚式以来交流はないはずですよね。旦那を早くに亡くして女手一つで息子を育てたか弱い女性を心配してやるのが男の優しさってもんだろ。そんなことしていただかなくて結構です。俺も妻を亡くしてお互い寂しい独り者同士、分かり合えると思ったんだよ。母は勤め先のことまでお父さんに話したんですか？そうだ、生活が苦しいって
金の無心も何度されたことか。母が？そんなこと絶対にありえない。本当だ、俺見てみろ、振り込みの履歴だ。これってお父さんが母に振り込んだってことですよね。本当にお金を貸してたんですか？そうだよ、俺も生活は楽じゃないんだけどな。困ってる人がいたら放っておけないじゃないか。なぜ僕に言わず嫁のお父さんに頼るようなことを？お前が頼りないからだろ。だからって僕の知る母はそんなことする人じゃないので。まあ気にするな、困った時はお互い様だ。恩を着せたいわけじゃないが、俺も葬式代でかなりの出費があったからな。その分くらいは夫として負担してもらわないと。その僕を排除して勝手に葬儀をした挙句、お金の請求だけはするんですか？ここは普通、何もかもお任せしてすみませんでした、全額払わせていただきますだろうが。恐ろしいくらいにそういう気持ちになれないんですが。やっぱりとことんクズだな。ひなが逃げ出したくなる気持ちもよくわかるわ。要求は300万ですか？お前の母ちゃんに貸した200万もだから合計500だ。そんなに貸したんですか？あの年で金遣いが荒いのも困りもんだよな。お前の知らない強欲ババアの一面があったってことだ。言い過ぎでは。こっちは迷惑かけられてんだぞ、このくらい言わせろよ。それが事実なら申し訳ないとは思いますが、念のため母に確認しないと。それはやめろ。なぜですか？口止めされてるんだよ。息子にだけは金を借りたことを知られたくないって泣きながら言ってた。母ちゃんの気持ち分かってやれよ。でも僕が立て替えるならいずれは言う必要がありますよね。お前が返済するって話は黙っておくつもりだ。そうなれば母が返済した時に二重取りになりませんか？頃合いを見てもう返さなくていいというつもりだ。その頃合いが重要な気がするんですが。悪いようにはしねえよ、心配すんな。そうですか。それよりお前の母ちゃん70歳近いってのに、なんで金が必要だと思う？年金やパートだけでは足りなかったんでしょう。違う、男に決まってるだろう。母が誰かに貢いでいたと言いたいんですか？そうだ、それしかない。強欲に色欲まで加わるとは救いようのないババアだな。お父さんも似たようなものですよ。どこがだ。大事な娘さんを失ったばかりだっていうのに、お金の話ばっかりじゃないですか。残された人間だって生きていかなくちゃならないんだぞ。おっしゃる通りです。分かったならさっさと払え。1週間後。姉はまだか。ちょっと急いでるんだが。なぜですか？お前の母ちゃんに貸すために200万借金したんだよ。その返済期限が迫ってる。それはうちの母のせいでご迷惑をおかけしてって。もう終わりにしませんか、こんな茶番。ああ、パパ何やってるの？え、ひな、お前なんで？旦那と大喧嘩して離婚するって騒いでたよな。うん。それで実家に帰ってきて散々泣き晴らしてただろ。そうだったね。しばらくは長崎市内の友達の家に世話になるって言ってたよな。ああ、そうか。その後のことお父さんにまだ言ってなかったんだっけ？忘れてたわ。結局アヤトが長崎まで迎えに来てくれて仲直りしたの。ああ、旦那が浮気した、離婚するって大泣きしてたのは？あれ、私の誤解だったみたい。女性と高級ホテルに入ってく夫を見たら誰だってそうだと思うでしょ。取引先の担当者が女性だったんです。ホテルの会場で開催するセミナーの下見と打ち合わせだったってことを分かってもらいました。なんだそれ。誤解させた自分が悪いからってハワイ旅行をプレゼントしてもらったんだ。昨日到着したんだけど最高。俺が忙しいせいでヒナを疑心暗鬼にさせてしまったからね。お母さんも初めてのハワイで喜んでるし、来てよかった。
母親も連れて行ったのか？はい、親孝行はできる時にしておかないと。俺も親だぞ。嘘つき強欲じじいに孝行するほど人間できてなくて。させ。何の話だ？今ちょっとドキドキしてません？僕と母が一緒にいるってことは、いろいろとバレたんじゃないかって。俺は別に。お金を貸していたのは母の方だったんですね。え、そうなの？お父さんから母さんへ振り込んだ通帳の明細を見せられて、俺も誤解したんだけど、あれは母への返済だったんだ。信じられない。お母さんだって決して楽な生活してるわけじゃないのに。いつか孫ができた時のためにって節約して貯めていた200万をお父さんに貸してしまったらしい。最低。ちゃんと返してるだろ。最初の3回、しかも返したといってもたったの3万だけですよね。その後は1年以上返済が滞っています。母は僕たち夫婦の関係が悪くなるのを心配して黙ってたんですよ。あのババア、あれだけ口止めしたのに。パートを辞めることになって確かに生活は苦しかった。だからあなたに貸したお金を返してほしいと連絡したが、ずっと無視されてると言ってます。愛したくてもないものはないんだから仕方ない。なんてことしてくれたの？恥ずかしいことしないでよ。だってよ、その上私を亡くなったことにするなんて、それでも親なの？お前が悪いんだろ。もう離婚する、二度と東京には戻らないなんて言うから、俺はあんな計画を思いついたんだ。だからって私を利用して葬儀代をあやとからぶんどるなんて、父親失格よ。俺だって大変なんだ。親じゃないって言うならそれで結構。開き直った。離婚するならチャンスだと思ったんだよ。葬儀をやったかどうか、わざわざ長崎に来るとは思わなかったし。それより戸籍確認すれば一発でバレるんですけどね。切羽詰まっててそこまで考えてなかった。そもそもなぜそんな大金が必要だったんですか？借金だよ。僕の母に借りるほど何に困ってたんです？言えない。ここに来てそれはないわ。みんなに迷惑かけてるのよ。せめて本当のことを言うべきでしょ。俺だけは墓場まで持っていく。そんなに隠されると余計気になるじゃないですか。忘れてくれ。じゃあ訴えることにします。貸したお金は返してもらわないと。ああ、それはやめてくれ。話すから。じゃあどうぞ。お布施みたいなもんだ。まさか宗教？違う、マリーちゃん。誰それ？アイドルか何か？スナックの新人の子だよ。はい？そんなことのために母は大事な貯金をあなたに貸したって言うんですか？こっちだって大事なんだよ。あと少し貢げば結婚してくれるって言われたんだ。ありえない。俺だって島で一人寂しく暮らしてるんだぞ。寄り添ってくれる人を求めたって罰は当たらんだろう。お金を条件に出してくる時点でろくな女じゃないってこと。いい歳なんだから気づきましょうよ。マリちゃんは違う。大まんなボディに可愛いエクボ、口元のほくろがこれまた色っぽいんだ。首には幼少期から残る傷跡があってな。辛い過去を俺にだけ打ち明けてくれたんだよ。何もかも希少すぎる。なんてスナックですか？ムッチリンゴって店だ。あー、やっぱりそうか。ネットで過去の被害者たちが公開捜索してますね。源氏名は毎回変えてるようですが、現在の勤め先まで割れてますし、もう出勤することはないでしょう。え？その女の存在は何かで見た記憶があるんですが、まさかお父さんがこんなのに騙されるなんて。俺は別に被害なんてあってないぞ。全国のスナックを転々として田舎のじいさんたちから金を巻き上げる極悪女って書かれてますよ。そいつがマリちゃんだって証拠はあるのか？さっきお父さんが言ったマリちゃんの特徴がネット上のそれと全く同じです。エクボや口元のほくろ、そして首の傷。
そんな、中には老後資金をまるっと持っていかれて、今は公園で暮らしてる高齢者の方もいるそうです。どうしよう、俺は船を売ってしまった。は？漁船を？孫ができたら釣りに連れてってやりたいから絶対に売らないって言ってたのに。だってマリちゃんがお母さんの手術費用がないって言うから。今時そんな古い手口で騙されるなんて。高額医療があるから日本にいる限りそんなに医療費はかからないんですよ。保険の効かないやつだったんだ。何も知らないくせに疑いやがって。そうですか、じゃあ好きにしてください。骨の髄までしゃぶり尽くされて終わりですよ。おそらく残るのは借金と孤独です。どうぞご勝手に。当たり前だ、好きにさせてもらう。その前に母へお金を返してくださいよ。やだ。ひな、ごめん、君の父親を悪くは言いたくないんだが。じゃあ代わりに言うわ、クソジジイ。ああ、ありがとう。なんとでも言え。だったら裁判しますんで覚悟しておいてください。母を脅した件についても警察に相談します。そのくらいで警察は動かん。法廷で会いましょう。後日談。義父より先にマリちゃんが捕まってしまい、やっと現実を受け入れたようですが、時すでに遅し。ひなからは絶縁され、民事裁判には負け、俺や母を脅した件で起訴されて罰金刑と、散々な結果になりました。今更ひなや俺すり寄ってきていますが、無視させてもらってます。老後にのんびり釣りをしながら生計を立てていくという計画も、船の売却でパーになりました。田舎ということもあり、噂があっという間に広がって村八分状態に耐えきれず島を出たそうです。今は母への返済のため交通整理のバイトをして真面目に働いています。老いても恋愛は自由ですが、お金が絡んだら注意しないとですね。ひなのお腹には子供がいますが、孫に会えない人生なんて送らずに済むよう、俺は俺で真面目に生きていきます。自分の夫の葬儀に欠席するなんてどういうつもりよ。とにかく今すぐ来なさい。お母さんですか、ご無沙汰してます。挨拶なんてしてる場合、のんびりしてないで、すぐに準備して。あの、夫の葬儀って何の話ですか。俊幸が亡くなったのよ。お葬式しなきゃでしょ。夫は5年前に亡くなってますけど。何を言い出すかと思えば、俊幸は昨日まで生きてたじゃない。5年前の葬儀にはお母さんもいましたよね。大丈夫ですか。おかしいのはあんたよ。私をボケ老人扱いしやがって。俊幸が死んだのはあんたのせいだわ。本当にどうされたんですか。話が通じなくてどうしたらいいか。俊幸を返して。あんたと結婚したせいでたった35歳でこの世を去ったのよ。俊幸さんは30歳の時に交通事故で他界しました。病気じゃありませんでしたよね。さっきから何のことを言ってるの。 LINE より話した方が早いです。近々お伺いしていいですか。お母さんのことも心配ですし。今すぐ来いって言ってるの。日本語もろくに理解できないのか。落ち着いてください。ちょっとお姉さんと話してきますので少し待っててください。今地方は関係ないでしょ。一旦失礼しますね。数分後。お姉さん、ご無沙汰しております。毎年お世話ありがとうね。俊幸はもういないんだから気を使わなくていいのよ。気にしないでください。私がしたくてさせていただいてるので。ところでお母さんの件なんですが。母がどうかした。さっき LINE をもらったんですけど、俊幸さんの葬儀をするから帰ってこいってすごい剣幕で。また始まったのね。こないだ真夜中に片っ端から知り合いに電話して大変だったのよ。どういうことですか。お母さん認知症なの。え、カオさんに心配かけるから黙ってたのよ。まさか連絡するなんて。やっぱりそうだったんですね。何かおかしいと思いました。私も独身とはいえ昼間は働かなくちゃ生活できないし、ヘルパーさんも毎日ずっといるわけじゃないし、老人ホームに入れるお金もなくて。私何も知らなくてすみません。俊幸が生きてる時は仕送りをもらってたの。そうなんですか。月3万だけどね。それでも助かってたわ。でもカホさんに内緒だったなんて知らなかった。
ごめんなさい。とんでもないです。年行きなりの考えがあってしてたことでしょうから。年行きは保険には入ってたのよね。はい。いくら？まあそれなりに。それ少しどうにかならない？夫の保険金には手をつけないつもりなんです。どうしてよ？息子の教育資金にと思ってまして。少しくらいいいでしょ？と言いますと、いくらくらいでしょうか？5000万くらい。いや、保険金自体がそんなにないですし。もしかしてカオさんが散財しちゃって残ってないんじゃないの？とんでもないです。1円も使ってませんから。葬儀費用は？貯金を崩しました。自分の子供さえ守れれば姑はどうなってもいいの？そんなつもりじゃ。介護がどれだけ大変かあなたには分からないでしょ。母が苦労してましたから分かってるつもりです。私にできることがあればお手伝いさせてください。必要なのは人間じゃなくてお金なの。わからない人ね。さっきは年行きはいないからもう気を使うなっておっしゃってましたよね。つまらないお歳暮なんか送らなくていいってことを遠回しに言っただけでしょ。そうですか。それに普通はこういう話になればいくらか出しましょうかってそっちから言うもんでしょ。なのにいつまで経っても切り出そうとしないし、私に言わせるなんてほんと非常識な人。そんなこと言われましても、あなたの可愛い子供は私や母がいたから生まれてきたってこと忘れない方がいいわよ。はあ。母の認知症もかなり進行してきてるから孫に会いに行くとか言って何するかわからないわね。今のどういう意味ですか？あなたが助けてくれれば母を老人ホームに入れられるし子供に危害は及ばないと思う。脅してるんですか？違うわよ。家庭の話をしただけじゃない。変なこと言わないで。おいくら必要なんですか？とりあえず100万。わかりました。ただ最初で最後にしてください。私も夫を失って一人で子供を育てていかなくちゃならないんです。わかってるわよ。お姉さんたちが大変なのも理解してるつもりですが、これ以上の援助は無理です。はいはい、どうでもいいから早く振り込んでよ。時間見つけて振り込みます。ありがとう。カホさん、ごめんなさいね。私ったらきつく当たってしまって。いえ、介護で疲れてるの許して。徘徊する母を探したり毎日ボロボロなのよ。ですよね、わかってますから。お金さえあれば少しは楽になれる。じゃあよろしくね。数日後。いい加減にしなさい。何日待ってると思ってんのよ。お電話いただいたのが金曜日でしたし、土日は銀行が閉まってまして。ネットバンキングは？セキュリティが心配で使ってないんです。じゃあ早く銀行に行ってきて。今日は大事な会議があって抜けられないんですよね。母を連れて会社の近くまで来てるの。一緒に銀行に行くわよ。え？母が暴れる前に早くしなさい。ちょっと待ってください。事前に連絡欲しかったです。だから今してるじゃない。困ります。今もトイレでこっそり連絡してるのに。その時間あったら降りてこれるでしょ？もう会議が始まります。無理です。わかった。じゃあちょっと甥っ子の顔でも見てこようかしら。は？母も孫に会えたら喜ぶだろうし、ゆうとは学校ですよ。だから会いに行くのよ。やめてください。他の子や先生方の迷惑になります。嫌なこと言うのね。私たちが迷惑な存在だってこと？だからお金もなかなか払わないんだ。銀行には行く時間がなかったと説明しましたよね。言い訳は結構よ。学校に行ってきます。お姉さん、お願いします。やめてください。数時間後。あんたが警察呼んだの？千代が逮捕されちゃった。今度はお母さんですか？教室に押しかけて孫の首根っこ掴んだだけって言ってたわ。なんでそのぐらいで捕まるのよ。息子は怖がって漏らしちゃったんですよ。もうよじ登って勝手に校内に入るなんて信じられない。地方だけよ。私はやってない。お母さんは何してるんですか？私は外で待ってた。そしたら警察が来たの。認知症のふりして警察も騙したんですか？よかったですね。は？全部嘘なんでしょ？頭がはっきりしてる時間帯もあるの。日ごと時間ごとによって症状が違うことは知っています。でしょ、今は絶好調なのよ。でも私は騙されません。何言ってんのよ。私がこんな嘘つくわけないじゃない。お宅の近所に住んでる夫の同級生の吉田くん知ってますか？もちろん。俊之とはずっと仲良くしてたから。私も家族ぐるみで付き合いがあって
今でも仲良くしてるんです。認知症で徘徊してるなら多少は近所で噂になっててもおかしくないと思って聞いてみたんですが、そんな話は聞いたことないと言ってました。私が徘徊するのは夜中なの。吉田君、仕事が忙しくて帰りはよく深夜を過ぎるそうですが、見たことないって。だから何よ、たまたま会わなかっただけでしょ。症状が重い時でもラインサクサク打ってましたよね。指が覚えてるんじゃないかしら。吉田さんの奥さんはお姉さんとお母さんが昼間に仲良く出かけていくのをよく見るそうです。それの何が悪いのよ。パチンコ屋に仲良く入っていくところも何度か見かけたとか。パチンコって認知症予防に効果的なのよ、知らないの。予防はおかしくないですか。もうなってるんですよね。言葉のあやでしょ、揚げ足取りなさんな。これ以上進行しないためにやってるの。それにお姉さんってお仕事されてるんじゃありませんでしたっけ。有給休暇中よ。有給って週に何度も取るものですか。お姉さんの話では仕事を休めないから老人ホームに入れるお金が欲しいってことでしたけど。仕事を休んでまでパチンコに付き合ってくれる母親思いの優しい娘なの。私にはそうは思えません。息子の嫁に金をたかる強欲親子ですよね。なんだって。誰も働かずにどうやって暮らしてるんですか。そりゃいろいろよ。年金だけじゃ足りませんよね。もしかして他にも悪いことしてませんか。してない。遠くまで出かけて認知症のふりしてお金貸してとか言ったことありません。え、やっぱりそういうの寸借詐欺といって犯罪なんですよ。私は間違いなく認知症よ。もらわせればひどいしよく転ぶし。ただの加齢だと思います。お母さんたちがやってることは本当に病気で苦しんでる人を冒涜する行為です。すぐにやめてください。うるさい。この5年顔も出さず贈り物もしないくせに偉そうに言うな。私毎年お歳暮送ってますし、年に数回顔出していいかお姉さんに電話してますが、毎回忙しいと断られてます。そうなの。お歳暮はおそらく独り占めしてたんでしょうね。地方のやつめ。お母さんの好きなカニとか和牛とか送ってたんですけど。食べたかった。ただ訪問を避けたのはなぜなんでしょうか。仕事してないのがバレるからでしょ。なぜ認知症のふりなんかしたんですか。地方に言われたのよ。アホ嫁が年行きの保険金を独り占めしてるから、この方法なら半分以上分取れるって。はい。年行きは若くして亡くなったから遺産もなかったし、私と娘は何の恩恵も受けてないのよ。人が亡くなって受ける恩恵って何ですか。保険金は万が一の時に私や息子が今後の生活に困らないようにと夫がかけてくれたものです。あなたたちの遊ぶお金じゃない。大金を手にしたからって上から偉そうに。どうせブランドバッグの一つや二つ買ったんでしょ。手をつけてないと言ったはずです。嘘に決まってる。500万しかないのにバッグなんて買ったらあっという間になくなります。え、たったそれだけなの。そうですよ。俊幸は何を考えてるの。そんな額じゃ学費の足しにもなりゃしないわ。これだけではありません。遺族年金もありますし、毎月15万円ほど下りる年金タイプの保険にも入ってくれてました。そちらも手をつけずに取ってあります。ああ、そういうことだったら余裕あるわよね。嘘をつくような人に渡すお金はありません。なんでよ、俊幸がいないんだからあんたが親孝行しなさい。お姉さんが毎月俊幸さんから仕送りをもらっていたと言ってましたが本当ですか。あんなの嘘よ。あんたから金を引き出すために適当なことを言ったんじゃないの。俊幸さんの保険金から100万を渡そうと一瞬でも思った私がアホでした。本当にこんな人たちに夫が残してくれた大事なお金を渡さなくてよかった。そんなこと言わず助けて。千代が捕まったら私生きていけないわ。病気じゃないなら働いてください。私スロットしかできない。は？でも千代がいないと目押しができないの。7が揃わないのよ。そんなこと知りませんよ。ああ、どうしましょう。嫁は助けてくれないし。でもお母さんも詐欺のことが立証されれば捕まりますし、騙し取った額次第ではお金や住まいの心配はしなくてもいいかも。どうして。刑務所に入れるからです。よかったですね、老後の住まいが見つかって。この鬼嫁。好きなだけ罵ってください。子供を守るためなら鬼でも悪魔でもなりますので。この。では楽しい老後を。待ちなさい、この
強欲女。後日だ。信栄はか弱い年寄りを演じて、ひどい時には人権まで遠征し、お金を騙し取っていたそうです。その総額200万。詐欺罪としては刑務所に入るほどじゃなかったようですが、前科持ちとなってしまいました。千穂の方は学校に侵入した際に大暴れして、先生や児童に怪我をさせていたようです。息子は無事でしたが、被害に遭われたお子さんには申し訳ないことをしました。千穂の判決は懲役3年。この間信栄は一人で生きていかなくてはなりません。そして私の心配していたことが起きてしまいました。パチンコに行かなくなった信栄は本当に認知症を発症、今は特養ホームに入居しています。もし辛いことも覚えていられないのだとしたら、信栄にとってはその方が幸せなのかもしれませんね。私は今後も息子を守って生きていきます。孫の樹のために買ってきたケーキなのに、どうして食べさせてあげないの？何度もご説明した通り、樹は卵アレルギーなんです。せっかくの名店のケーキなのよ。アレルギーなんて大丈夫よ。本当に神経質な嫁ね。ですが主人にも止められていますから。それ本当の話なのかしら。うちの家系は名門の医者揃いで、アレルギーなんてなるはずないのに。複数の病院で見ていただいても同じ診断が出ていますし、その診断書もお見せしましたよね。あんな紙切れ1枚見せられて信じろと言われてもね。いろいろとご迷惑をおかけしている点は何度でもお詫びします。でも樹のため仕方ないんです。孫のためといえば何でも通ると勘違いしてない？ご面倒をおかけしている点はお詫びいたします。うちのような代々医者の一族と違って、額もなければ家柄もない、丈夫さだけが取り柄の田舎者なのに、子供さえも丈夫に産んであげられないなんてね。お医者様からは根気強く治療していけば成長には問題ないと言われましたし。はいはい、見えついた言い訳は結構。これ以上あなたに孫を任せていたら末恐ろしいことになる。それにアレルギー以外では風邪もひかない健康体だと園の先生たちにも褒められてるんです。あんな下町の誰でも通える幼稚園で太鼓判を押されたからって何なの？さっさと辞めさせてお受験に役立つ塾に通わせなきゃ。そんな、園の先生方は皆さんアレルギーにご協力してくださる方ばかりです。何より樹自身が園が大好きなんです。どうせ塾通いをさせたくないため、自分が楽したいための言い訳でしょ。だったら幼稚園が休みの日には塾に通わせましょうよ。そうと決まれば善は急げね。すぐに心当たりの塾に申し込むわ。ちょっと待ってください。休みの日にも主治医の先生から食事指導を受けたりしなくてはいけないので、とてもそんな時間は。また言い訳？ほんと、ああ言えばこういう嫁よね。あなたと話しても拉致が開かないから息子に直接相談するわ。私の名前はひとみ、34歳。4歳年上の内科医の夫健也と4歳になる息子の樹との3人家族です。息子の樹は生後9ヶ月の時に大病院での血液検査で卵アレルギーと診断されました。しかも結果は最も重い6段階中の6。卵が入っているものはもちろん、卵を扱ったものと同じ調理器具で作った食べ物にすら反応してしまいます。それで検査後は卒乳まで私自身も卵を完全に除去し、夫の理解のもとで樹のためにアレルギーと向き合う努力を積み重ねてきました。しかし義母の幸子さんは一族全員が医療関係者で、婿養子の義父も夫も医師という名門のお嬢様育ちが何よりの自慢。それゆえ一人息子の嫁である私が単なる事務職員だったことが許せず、結婚には猛反対。それでも一人息子の樹が生まれて少しは態度も軟化したのですが、アレルギーと判明した途端に、嫁の血筋が災いしたと騒ぎ出し、夫の子供かどうか DNA 鑑定をしようと言い出す始末でした。さらに樹が幼稚園に入ると、孫の教育は自分がすべきだとか、アレルギーなんて気の持ちよ、自由に食べさせてあげないなんて母親のエゴだと横やりばかり。それもこれも義母なりの孫への愛情のためと我慢してきましたが、
だんだんそれだけでは済まないようなことが多くなってきたのです。1ヶ月後、お母様、あれほどお話ししたのにどうしてあんなことをしたんですか？いきなり何なの？たった今病院から樹と帰ってきたところなんです。病院？今日は樹の幼稚園の遠足だって言ったじゃない。なんだって病院なんかに行く必要があるのよ。とぼけないでください。どうして樹のお弁当をすり替えるような真似をしたんですか？すり替えるだなんて人聞きの悪い。あんなみともないお弁当じゃ樹もかわいそうでしょ。地味に見えるかもしれませんが、あれは私が細心の注意を払って作ったアレルゲン除去のお弁当なんです。そうやって子供の好き嫌いを直そうともしないなんて母親失格よ。好き嫌いとアレルギーは違います。一体いつの間にすり替えたんですか？そんなのあなたがリュックのそばから離れた隙に決まってるじゃない。もしかしてワインのフルボトルを何本も運ばせたあの時ですか？ごめんと、いつきもあなたのお弁当なんかよりあの老舗レストランのお弁当を気に入ったはずだわ。変の先生が気づいてくれてすぐに対処してくれました。ほとんど口にしていなかったようですけど、卵を使った料理が多かったので念のため病院でも見てもらいました。まったく大げさね。大病院の王子様も孫に卵を食べさせろって言ってたわよ。それは王子様の孫、つまりお母さんのいとこの方がひどい偏食だったからですよね。そうよ、偏食も甘えだけどアレルギーなんて甘えなんだから。何度申し上げたらわかるんですか？好き嫌いと思いアレルギーを同列で比較しないでください。だけどあのレストランは2週間後のメイの萌えちゃんの結婚式のお料理も担当する有名店なのよ。いつきが普段の食事とのあまりの違いで驚かないようにしてあげたのに。そんな、いつきを危険な身に合わせるような思いやりは一切必要ありません。とにかくお式ではアレルギーだなんだとくだらないことで騒いで私に恥をかかせないでよ。それでなくても下流の嫁で肩身が狭いんだから。2週間後、ひとみさん、さっきのあの態度は何なのよ。親子ってどれだけ人に恥をかかせたら気が済むの。恥？私はともかく、いつきがどんな恥をお母さんにかかせたって言うんですか？ふざけないでちょうだい。さっきの披露宴でのことに決まってるでしょ。何をおっしゃってるのかさっぱりわかりませんけど。しらばくれるつもり？アレルギーだなんだと騒ぎ立てるなとあれほど前もって言っておいたのに、みっともないったら。面倒をかけたのはいつきではなくお母さんですよね。それに新婦の萌さんは以前法事でお会いした時から薬剤師としていつきのアレルギーの相談に乗ってくださっていたんです。何よそれ、私に隠れて何を言いふらしてるのよ。別に自分から言って回ったりしているわけじゃありませんが、さすが医療のスペシャリスト揃いでいろいろアドバイスくださいましたよ。今日の披露宴でもその延長でいつき用にアレルゲン除去食をご用意してくださっていたんです。あなたのヒステリーでわざわざそんな手間を取らせるなんて非常識でしょ。信じられないわ。その調子で大声を張り上げて大騒ぎしたのはお母さんですよね。ご親族の方たちにあんなにたしなめられたのにまだご自分の日に気づけないんですか？ちょっとみんなに同情されたからって思い上がらないでよ。私があれだけ恥をかかされたのに。王子様も以前に卵を食べさせろと言ったのはお母さんからいつきの好き嫌いが激しいと嘘の説明を受けていたからで、もしもアレルギーと知っていたらそんなことは絶対に言わなかったとおっしゃっていたのに、まだそんなことを。そもそもこれも不出来な孫を産んであなたが悪いだけでしょ。私が悪いわけじゃないわ。そう信じたいのならどうぞご勝手に。私といつきはもうお母さんとは関わりを持ちませんから。こっちだってそんな可愛くない孫や下流の嫁なんていらないわよ。数日後、ちょっとケンヤ、呼び鈴聞こえないの？中にいるなら出てきなさいよ。突然なんのよ。用事があるから来ているんでしょ。いいから開けなさいよ。こんな玄関口で母親を立たせたままで平気なの？だから呼び鈴なんて鳴ってないよ。それにモニターにも誰も映っていないけどね。そういえば家の中真っ暗みたいだけど、もしかして留守なの？こんな時間まで子供を連れ歩くなんて。まったくあの嫁は常識がないったら。何を言ってるのかわからないけど、瞳といつきならもう寝てるよ。
いつきはともかく、ひとみさんまで寝てるの？夫の世話もろくにせずに、勝手なものをね。勝手なのは母さんだろ。多分今は前の家にいるんだろうけど、もうそこは引き払って空き家だよ。なんですって？そんなこと聞いてないわ。言ってないから当然だろうね。とにかく理由は後で聞くから、早く新しい住所教えなさいよ。いや、俺が言えるのは、犯罪者になりたきゃどうぞってことだけだね。何わけのわからないこと言ってるの。あのさ、自分が何をやったかまだ自覚がないならびっくりだよ。父さんから聞いてないの？そういえば出かけに何か言ってたけど、あの人の話はいつもくどいじゃない。面倒だから適当にはいはい言ったけど。それがどうしたのよ。母さんが萌の披露宴でしでかしたことで、あれ以来俺は父さんがどれだけ迷惑を被ったと思ってるんだよ。迷惑なんてかけてないわ。むしろ被害者は私じゃないの。よく言うよ。萌のお婿さんは王子さんの病院の勤務医だってことは知ってるよな。もちろんよ。うちと違ってエリート同士で羨ましいったら。その親王の祖母はこの辺り一帯の私立保育園や幼稚園が加盟する連盟の理事長なんだよ。だから何、回りくどいわね。さっさと話しなさいよ。だったら言うけどね、その理事長は孫が病気がちだったことも影響して病児保育に熱心な人なんだ。当然アレルギーにも造形が深くてね、あの時の母さんの言動すべてに怒り心頭だそうだよ。理事長だかなんだか知らないけど、その人が怒ったところで私に何の関係があるの。理事長ということは当然この辺りの多くの園の食卓位を決める際にも影響があるってことだ。え、それってどういう。おかげで式の翌日から病院にはうちが食卓位を務めている保育園や幼稚園からクレームの電話が入りっぱなしだよ。うちの病院ではアレルギーは甘え、アレルギーになるのは母親のせいと考えているって本当ですかってね。そんな嘘でしょ。迷惑してるのはうちだけじゃない。他の親戚たちの病院にもアレルギーの危険性を軽視しているらしいって噂が飛び火してしまっているんだ。全部母さんのせいだからな。なんなのそれ。アレルギーはわがままでも何でもない。神経質になる必要はないけど、甘く見ると重いリスクが伴うってあれほど何度も何度も説明したよな。孫と一生会えなくなってもいいならやりなよとも警告したよね。それはそうだけど。そういえば父さんから伝言だよ。私はお前とは別れる。だってさ。別れるって離婚するっていうこと？あの人は婿養子なのよ。うちの委員は私のものなんだから、離婚して困るのはあの人じゃない。そうだっけ。まあ俺も父さんと一緒に辞めるから、委員を続けたければ他の医師を雇うんだね。あなたも辞めるってどういうことよ。今さら何を言ってるのさ。子供に優しくない委員なんてイメージのついた町医者に患者が来るわけないだろ。そんな泥船誰も乗りたくないね。こんなの嘘でしょ。嘘よね。いいや、1から10まで本当のことだ。俺も母さんとは縁を切らせてもらうから。私を見捨てるっていうの？だから俺も犯罪者になりたきゃどうぞと言ったろ。今まで散々警告していたのに、それを無視して樹と瞳を苦しめたんだ。自業自得だ。後日談。宣言通り義父は義母と離婚、賢也も院を辞めてしまい、帰りの医師も見つからず、義母はすぐに生活に困窮したそうです。しかも泣きついた親族たちからは軒並み冷ややかな対応され、孤立無援の状態になったとか。最後は院を売却するしかなくなり、それで義父への慰謝料を支払うと残金はほぼなかったとか。住む場所もなくした義母はダム建設の飯場の住み込み寮母として朝から晩まで働いているそうです。私はというと、あれから義母が原因のストレスが解消され、毎日快適そのもの。賢也も以前よりずっと樹と関わってくれるようになりました。しかしだんだんと家族を守った俺は偉いとドヤ顔をするようになったので、そもそも義母が暴走していたのにここまで止められなかった夫もある意味同じだときっちり断罪。また自分のことを棚に上げて
家族をないがしろにしたりすることがないように離婚届にサインをさせ、それを拡大コピーして複数枚、県屋の書斎のドアと同じ大きさにして昼夜問わず目にするようにしました。子供の笑顔を守るのは親や周囲の大人の責任。これからも一木の笑顔を守るため、親子3人頑張っていきたいと思います。家族旅行なんてだるいんだけど、私だけパスしていいかな？子供たちと約束しただろ。今更何言ってんだよ。サファリパークにホテルはバイキングでしょ。どうせなら温泉の部屋食が良かった。わがまま言うなよ。子供たちに合わせてやらなくてどうするんだよ。そうだ、いいこと考えた。3人で行ってきてよ。は？私お留守番しとく。それでいいよね？いいわけないだろ。なんでよ。俺たちいつも仕事仕事で寂しい思いさせてるんだ。たまには楽しい思い出作ってやろうと思わないわけ？思い出なんて大人になってから勝手に作ればいいのよ。なんでそんなに子供たちに冷たいんだよ。最近じゃ食事だってまともに作ってないだろ。別にいいじゃない、あなたのお母さんが面倒見てんだから。母さんだって持病もあるし元気ってわけじゃないんだぞ。可愛い孫のためよ。最後の力振り絞って頑張ってもらいましょうよ。なんてこと言うんだよ。もう本当に行きたくないの。子供たちはママと旅行だって旅のしおりとてるてる坊主まで作って待ちわびてるんだぞ。気持ち分かってやってくれよ。ティッシュに顔描いたもので晴れるんだったら天気予報なんていらないわよ。気持ちの問題だろ。頼むから一緒に行こう。そこまで言うなら仕方ないけどさ、マジでやだわ。旅行中そんな態度するなよ。ちゃんと楽しんでくれ。振りでもいいから。はいはい。ったく、一体どうしたんだよ。前は旅行好きだったのに。年取ったのよ。家でじっとしてるのが一番楽なの。せっかく行くんだから楽しもう。いいな。おい、虫かよ。俺は深夜、40歳の会社員です。12歳と8歳の娘と妻の4人家族。年に一度の家族旅行を恒例にしていたのですが、3年前くらいから妻が渋り出すように、今年も案の定ごね始めました。妻も僕もそれなりに大きい会社で働いており、繁忙期は残業でかなり遅くなることもあります。近くに住む僕の母がヘルプに来てくれているのですが、最近じゃそれに甘えっぱなしで、接待だと言って飲み歩くことも増えました。娘たちの教育資金を貯めるため、今はしっかり稼がないとという思いから、ある程度は我慢していましたが、さすがに目に余ります。しかし、この旅行を通して妻の秘密が明らかになり、僕は大きな決断をすることになるのでした。数日後。ねえねえ、泊めるホテルってなんてとこだっけ？スカットホテルだけど。何回？そんなのチェックインしてみないとわかんないよ。なんでそんなこと聞くの？景色いい方が嬉しいじゃない。どうした？急に乗り気になって。どうせ行くなら楽しめって言ったのはあなたでしょ？そうだけど。それがさ、友達家族もそのホテルに行くらしくって。そうなの？家族だけじゃつまらないけど、友達が一緒なら絶対楽しいじゃない。それはそれでどうかと思うけど、一緒に行動しようなんて言わないよな。そこまではしないわよ。ただ旅行中少し抜けるけど、絶対に追いかけてこないで。なんでだよ。別に旅行先で会わなくてもこっちで遊べばいいだろ。旅先で会うからテンション上がるんじゃない。追いかけてくるなってどういう意味？詮索されたくないだけ。だったら子供たちも一緒に食事なりお茶なりすればいい。その友達、子供が嫌いなのよ。でも友達の子まで嫌がる人いるか？別に私が言おうといまいと何も変わらないじゃない。なんかおかしいぞ。そんなにムキになることなの？とにかくほっといて。分かったわね。約束しなきゃ旅行やめるから。分かったよ。旅行当日。マナ、ホテルの中から出るなよ。分かってる。みんなと探検してるだけだよ。ゲーセンとかあるだろ。お金使いすぎないようにな。500円しか持ってきてないよ。あと1時間でご飯だから遅れないようにね。パパ、あのさ。どうした？ママ、部屋にいる？いないよ。友達と会うんだって。さっき見かけたんだよね。え？ごめん、外に出ちゃダメって言われたけど、お庭が見たくてみんなと出ちゃったの。そうか。その時にママが男の人と歩いてた。それはお友達だよ。本当？大人もお友達と手をつなぐの？え？マナは友達と手をつなぐけど
男子とは繋がないよ。そうだよね。ママのすごく仲のいいお友達かもしれないね。ママ、ご飯間に合うかな。そうだね。パパが迎えに行くから、マナたちは早く部屋に戻っておいで。わかった。あと1回だけゲームしていい？いいよ。待ってるね。数分後。ユキ、今どこ？友達と話してた。そうか。もうすぐご飯だけど、戻ってこれる？ああ、少し遅れるかも。先に食べてて。じゃあ先にレストランに行ってるよ。あとさ、夜も友達の部屋で飲むことになったから、ちょっと抜けるわ。家族そっちのけで、友達とばかり一緒にいるな。めったに会えないのよ。たまにはいいでしょ？友達って男だったんだな。何言ってるのよ。女の子よ。そんなハゲのどこがいいわけ？え？服装も全身ピンクでダサいし、家族犠牲にしてまで会うほどの男なのか。どこにいるの？後ろにいるけど。はあ、そのまま振り向かないで。顔も見たくないから。これは違うの。俺15分くらい見てたけど、いい大人がこんなところでチュッチュすんなよ。恥ずかしい。彼アメリカ人で。ちょ、笑わせんな。どっから見ても純日本人だろ。日系アメリカ人。どうでもいいわ。お前マナからも見られてるからな。嘘。大人になっても手をつないで歩くのかって聞かれたよ。まさか外に出てたなんて。子供だからな、いろいろ探検したかったんだろ。どうしよう。ごまかしておいた。ありがとう。お前のためじゃない、マナのためだ。母親がクズだとすればあの子が傷つくだろ。言い過ぎよ。家族旅行に男と示し合わせて連れてくるやつがクズじゃないのか。だって子供の相手なんて退屈だと思ったから。子供のこと愛してないんだな。マナは出来婚だし、なんとなく流れで結婚しちゃって遊び足りなかったっていうか。そういう思いを13年間も俺に隠して家族やってきたんだな。孫がいれば一応親は喜ぶし、特に父なんか溺愛してて親孝行できるからいいかなとか。よくわかったよ。そんな母親に育てられるならいない方がマジだ。待てよ、離婚は嫌よ。何言ってんの。そりゃ子育ては大変だけど、家族を失うとなれば私だって寂しいわよ。散々家族を邪魔者扱いしといて、いざとなったら寂しいとか、どの口が抜かしてんだよ。もういいじゃない。証拠だってあなたとマナが目撃しただけでしょ。俺が何も知らなかったと本気で思ってんのか。え？お前の浮気なんて2年前から疑ってたよ。嘘。探偵に頼んで証拠もある。弁護士に依頼して離婚しようと決めた時にマナたちが言ったんだ。ママの誕生会をサプライズするから協力してって。そうだったの。でもお前はその夜も遅くまで帰ってこなかった。真男に祝ってもらってたんだな。だって知らなかったから。言ったらサプライズにならないだろ。折り紙で一生懸命子供部屋を飾りつけて、ケーキも用意して、プレゼントも2人でお小遣いを出し合って化粧ポーチを買ったんだ。私もらってないけど。次の日やり直そうってことになって、マナが今日の夜大事な話があるから帰ってきてねって言ったろ。そうだっけ。でもお前はうるさいわね。話なら LINE しといて、私に余計な時間取らせるなって怒鳴ったんだよ。ひどいよね。マナはしばらく泣いてた。それでもういいやって笑って片付けたんだ。ポーチは俺の母さんにあげてた。悪いことした。それでもお前と旅行できるってなった時は2人とも喜んだよ。俺はこの子たちの笑顔と期待を奪っていいのか、髪の毛が抜けるまで悩んだ。そうなの。円形になってる。お前は気づきもしないけどな。そんな、ごめんなさい。もう遅いよ、謝罪なんて届かない。彼とは遊びだったの。これからは家族を大切にする。旅行も嫌がらない。子供たちを愛する。だから許して。2年以上も家族を裏切り続けてきた女のどこを信じればいいんだ。変わってみせるから。さっき部屋に戻った時、マナが言ったんだ。パパ、あれって浮気でしょ。パパがかわいそうって。小学校6年生だぞ、もう分かってるんだよ。マナ、娘たちのためにも消えてくれ。嫌よ。本当の母親ならここで身を引くんだよ。自分の罪を認めて子供の幸せを願うんだよ。私がいた方が幸せになれる。じゃあマナは今後お前のことをどんな目して見ればいいんだ。父親以外の男とイチャついてた母親を一生胸の中に抱えて生きていけって言うのかよ。だって私一人になりたくないんだもん。それはお前の問題だろ、俺たちには関係ない。父も寂しがるわ。心配するな。
義両親にはいつでも会わせる。じゃあ私も。子供たちがそれを望めばな。こんなことになるなんて思わなかったのよ。浮気するならこのくらいの覚悟持ってやるよ。俺はしたことないからわかんないけどさ。父に怒られるわ。実家にも入れてもらえない。どうしよう。慰謝料と養育費の支払いが待ってるんだ。早く家を見つけて今まで通り働いて稼げ。養育費ってなんで。私母親よ。父親だけが払うと思ってたのか。違うの。お前も払うんだよ。分かった、払う。だから年に一度の旅行は私も参加していいかな。家族じゃない方の参加ご遠慮願います。そんなこと言わないで。あとは弁護士と話せ。荷物は廊下に出しておくから、魔男の部屋にでも泊めてもらえ。いやよ、追い出さないで。後日談。部屋に戻った俺は少し遅れて娘たちと夕食を取りました。バイキングにはしゃぐ二人を見ながら、可愛いはずなのになぜか涙目になってしまい、勘のいいマナに心配をかけてしまいました。その後部屋に戻ってパパとママは離婚することを伝えました。二人ともパパが一緒ならいいよと言ってくれ、また号泣。子供の前で泣くのは今日で最後と自分に言い聞かせつつ、ティッシュをくれる次女の優しさに再び泣いてしまったのです。後日二人へ200万ずつ慰謝料を請求。二人ともすぐに払ってくれました。娘たちの学費に取っておこうと思います。ユキは実家から絶縁され、小さなアパートを借りて暮らしていたところ、あまりの寂しさに精神を病み、今は入院しているとか。娘たちも俺に気を使ってなのか、会いたいとは言わないし、入院中のユキに会っても混乱させてしまうと思うので、そっとしている状態です。今年もまた家族旅行の季節がやってきました。今年は沖縄を思い切り楽しんでこようと思います。これから3人で楽しい思い出をたくさん作っていこうな。